はい、激辛マニアユッキーです。今回食べるペヤングはですね、ペヤングの、酸っぱ辛マックスというね、一度で二度の衝撃、ね、なぜねこんなのが出たのかわかりませんが、まあ、とりあえず辛いってことなんで、ね、まあ、買ってきましたけれどもね、果たしてそのお味とやらはね、どんなものなんでしょうかと。はい、ソースをかけます。酸っぱ辛マックス、まあいわゆるあれだろう。あのスッパムーチョとカラムーチョの合体版みたいな。うん、ああもうなんか酢酸の香りがする。酢酸の酢の香りがする。酸っぱそうです。うん、よいしょ。まあ酢はね体にいいんで、それではいただきまーす。うわすごい酢の香りが。むせる。これやばい。酢の香りで。酢の香りがほら、蒸気となって舞い上がってくるから。ものすごい。息を吸うとむせる。うわっ。すすれねえ。焼きそばなのにすすれねえって。これはまずいですね。うん。言うほど酸っぱくもない上に、さらに辛くもない。うん。辛さは果たして、単純に味がまずいんですよ。まずい。なんか、ペヤングのソース焼きそばに、あの、酢をね、バーってかけたような味。もう単純になんか、まずい。うまいもんではない。うん。辛さも全然ない。あ、まずい。もう味がまずいんだよ、これ。なんだよ、これ。うえ、まず、これ。二度と買わねえわ、これ。これ絶対あれだよ。これペヤング史上最大のあれじゃない、汚点じゃない、これ。まず。よくこんなの、あれだな、開発者作ろうと思ったな。なんか変わり種をさ、出せば売れるみたいなさ、こと勝手に思ってんじゃない。なんかガリガリ君のあのナポリタン味みたいに。うわまずっ。1ミリも美味しいところがない。なんじゃこれ。ペヤングの激辛の方が100倍ぐらいうまいわ。まず。今の今までこんなにあのまずいっす。あの焼きそばのカップラーメン食べたことない。
ある意味すごいね、これ。まずい。だってさ、酢の味しかしねえんだもん。なんだよ、酢の焼きそばって意味がわかんないよね。うわぁ。これ絶対あれだぞ。これワゴンセール行きだ、これ絶対。これ売れねえぞー。これスーパーとかで絶対ワゴンセールするぞ。うわ、まず。ひどい、この。うわ。ある意味すごいよ、これ。うわ、まず。まず。こんなのよく売れると思って出したな。ペヤングのマルカ食品。まずい。まずい。うわー、酸っぱい。あ、まずい。うわ。酸っぱさとまずさの二段構え。うわー。まずい。うえ、まずこれ。まあ一応全部食うけどさ、これはあれだな、ガリガリ君のナポレオン味レベルのまずさ。やらかしたね、開発者やらかしたの、これ絶対。まあそこそこ辛いんだけど、酸っぱい味がもう大体まずい。うん。まずさ度数100ですね、これ。ああ、まずかった。はあ、これあれだ、普通のペヤングの、ペヤング作って、酢をババババババってかけて、かければ出来上がりみたいな、もう誰でもバカでも作れる、量、3分クッキングだよ。うわ、まずー。考えられん。辛さ度数は、結構ラー油が効いてるんだけど、ラー油の辛さだね。辛さ度数はまあ、辛さ度数は30ぐらいか。30ぐらい。うん、なんか喉に来るんだよね、この、ラー油みたいなのがね。はい、ということで、二度と買いません。ね。皆さんもこれ、買ってみてください。絶対、まずいんで。これね。ペヤング酸っぱ辛マックス。という、ゴミみたいな。ね。ゴミ商品。ご視聴ありがとうございました。